はい皆さんこんにちは設備工学へようこそこの動画では換気に関する値として流量係数というのを見ていこうと思います流量係数は換気を考える際に開口の形に着目する値なんですねえー、っと風がその対象とする空間に入るところあるいはそこから出ていくところの形に関する値ですで この流量係数は0から1で表されるんですね。0%から100%のことです。で、えー、ここねあ、この形状の、えーと、窓の形状によって違うんですけれども、値が大きいほど流れやすい、空気が流れやすいということを表していますで。具体的にどんなものが、どんな形状であれば流れやすいのかっていうのを、えー、紹介したいんで、えーと、画面を共有しますね。 流量係数。流量係数はです、ね、流れる量に関する係数なんですけれども、α で表されます。ではまずは普通の四角い窓を考えてみますね。はい、四角い窓に風が流れるとき、およそこの α、流量係数は0.6から0.7で表されます。えっと、本来の形であればそのまま100%押し込めれれば1.0なんですけれども、 うんとこれ壁にぶつかってで端っこであるほど風が流れにくいんですねで。そういうことを加味すると、期待した空気のうちの約0.6、0.7程度、まあ、6割から7割程度しかこの中には入っていきませんよというのがこの流量係数の表しているところです。四角い窓、普通の窓、えよく使われているんですけども案外少ないものです。で、別の形を考えてみます。 このちょっとすぼんだ形はベルマウスというんですね。でこれは換気扇であったり、あるいは、えー、とダクトで新鮮な空気を換気をしたい空間に、えー、と入れる場所、あるいはその出口部分、機械換気を主に対象としていますけれども、その入り口部分や出口部分で、えー、使われることの多い形です。このベルマウス、えー、とベルというのはあのチリンチリンの鈴ですね。 あの鈴のような形をしていることから、このベルマウスと言います。マウスというのは、この開いている開口のことです。で、この場合、このベルマウスを使うと、およそこの流量係数 α は1.0となります。これ、非常に効率がいい形なんですね。で、似たような形はですね、身近にも見ることができるんですね。これ、例えばエアコンの室外機のプロペラファンの周り、これもベルマウスという形状がついています。 また、高効率な風力発電の機械にもこのようなベルマウスが設けられていたりします。いずれもどれだけ効率よくそこに風を流すのかというのがポイントになっています。では3つ目。この3つ目は窓ならではですね、ブラインドです。ブラインドがあると、当然そのブラインド邪魔になってしまうんですね。で 当然、ブラインドも角度によって全平状態、全部ビシッと閉まっている状態であれば、当然抵抗は大きくなりますし、あるいはブラインドが水平状態であれば、あんまりブラインドが空気の流れの邪魔にならずにヒューヒューと取っていきます。というわけで、角度によってブラインドは違うんですね。ブラインドの場合の流量係数は違ってきます。でその角度ごとで、えー、っとこのアルファ流量係数をリストアップしてみました。 約70度、50度、30度となっています。の3段階で書いてみました。α はですね、約70度の時には0.6程度です。で、そこから20度ずつ下がっていく、えー、っと、扉、あの、ブラインドが閉まっていくと、約0.2ずつ、えー、小さくなっていきます。当然、α、あ、θ が30度、えー、っと、三十度分子が空いてないときには、抵抗が大きくなって、流量係数は小さくなります。 それではこの動画では流量係数の具体的な例として四角い普通の窓、機械換気によく使われることの多いベルマウス、そして建築の窓ならではのブラインド、この3種類について流量係数を考えてみました。それではまた次の動画でお会いしましょう。